紹介になりますね。あ、はい、あ、チェンジしてもいい、うん、なんか私からか、あ、私からいい、私からじゃあ、うん、自己紹介逆で、うん、午後4時を回りました。FM きのわをお聞きの皆さん、こんにちは。この時間は健康情報番組、生き生きライフをお届けします。今日もきのわ市内にあります、きのわトロピカルビーチより放送しております。皆さんよろしくお願いします。この番組は市民、そしてリスナーの皆さんが、心も体も健康で、元気な生活が送れるよう、宜野湾市報、新聞記事、専門のゲストさんとともに健康や福祉に関する情報を発信していくことが目的です。お相手は FM 宜野湾の今西めぐみです。番組では健康や福祉に関する疑問、質問、ご意見などメッセージを募集しています。メールアドレスは 797@fmginowan.com です。また FM 宜野湾ではニューストリームやツイキャス、サイマルラジオで配信も行っています。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてくださいね。サイマルラジオは全国どこでも音楽とともにラジオを聴くことができます。 FM ギノワンのホームページや無料アプリリスンラジオでお聴きください。それではまずはじめにギノワン市からの情報をお届けします。FM 宜野湾より健康情報番組生き生きライフをお届けしております。ではまずはじめに市報宜野湾健康福祉代理からお知らせをお伝えします。自動スキルトレーニング受講生募集のお知らせです。子育てには楽しいことが多くありますが、しつけをしようとするとなかなか言うことを聞いてくれず、つい大声になってしまうこともよくありますよね。この講座では怒鳴ったり叩いたりせずに教えるという肯定的なしつけ方について学びます。日時と内容は以下の通りです。第1回目9月13日水曜日10時30分から12時、分かりやすいコミュニケーション。第2回目は9月20日水曜日10時30分から12時、良い結果悪い結果。第3回目は9月27日水曜日10時30分から12時、効果的な褒め方。第4回目は10月4日水曜日10時30分から12時まで、予防的教育法を行います。場所は男女共同参画支援センター、福福。対象は宜野湾市在住の子育て中の方、主に未就学児の方。全4回の講座を受講できる方を対象とさせていただきます。定員は12名、申し込みが定員を超えた場合は抽選となります。受講料は無料。申し込み期間は9月4日月曜日までです。
申し込み方法はお電話にてお申し込みください。お問い合わせは宜野湾市要保護児童対策地域協議会宜野湾活動安心ネット児童家庭課まで。電話番号は893-4411内線25番までお問い合わせください。続いて放課後児童クラブの利用料助成のお知らせです。放課後児童クラブを利用している児童の世帯に放課後児童クラブの6月分利用料から助成金を交付します。対象者は宜野湾市に住所があり、放課後児童クラブまたは学童クラブを利用し、小学校に就学している児童の保護者で次に該当する世帯が対象となります。1、生活保護を受けている世帯。2、市町村民税非課税世帯。3、その他市長が認める世帯。助成金は放課後児童クラブの利用児童1人につき平成29年6月利用分以降で支払った1月あたりの利用料から5000円を控除した金額となります。なお月額3000円を限度とします。申請は次の書類を持参し、保育課の窓口にて申請をしてください。1、申請書。2、利用料を支払ったことを証明する書類。3、印鑑。4、通帳またはキャッシュカードの写し。受付時間は朝の部が1時30分から11時45分まで、午後の部は13時から17時まで。お問い合わせは保育課内線461番までお問い合わせください。最後に JA 沖縄よりオリジナル五色鳥ユース贈呈のお知らせです。7月10日月曜日、 JA 沖縄宜野湾支店の皆様が市役所を訪れ、佐喜真市長へオリジナル五色鳥ケース1400を贈呈しました。五色鳥ケースはアンパンマンのイラスト入りで、診察券などカード類が収納できます。押し手帳交付時に発表しております。支店長は世代を担う子どもたちの誕生を祝福し、健やかな成長を願いますと話しました。4月以降に交付を受けた方で希望者は保健相談センターへお越しください。お問い合わせは保健相談センター 198-5583 までお問い合わせください。以上、宜野湾市からの情報をお届けしました。CM の後はゲストのコーナーです。この後、はい、紹介します。記載されていました。宜野湾市が抱える健康問題について今日はゲストをお招きしておりますので、自己紹介で
一人ずつお願いします。はい、こんにちは。宜野湾市保健相談センターから参りました。健康増進課長の中里と申します。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして、はい、こんにちは。宜野湾市国民健康保険課の宇佐と申します。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さて、今日はお二方をお招きして、お話を伺ってまいりたいと思います。さて、2020年度より、特定健診、特定保健師がスタートして10年目になったということなんですが、この特定健診を実施する狙いをお伺いできますでしょうか。はい、特定健診は内臓脂肪型肥満に着目した健診で、メタボ健診とも言われています。生活習慣病の予防や病気の重症化を防ぐため、検診結果をもとに生活習慣を改善するための保健指導を行い、糖尿病や高血圧などの生活習慣病の有病者や予備群を減少させることを目的として実施しています。はい、そういった目的なんですね。資本によりますと、沖縄県は全国に比べてメタボリックシンドローム、内臓脂肪症候群の方が多いようなんですが。はい、そうです。沖縄県全体でも多いのですが、宜野湾市も例外ではありませんよ。肥満者の割合で言いますと、男性は2人に1人、女性は3人に1人が肥満となっています。本当に驚くべき結果ですよね。そうですね、そんなにもいらっしゃるんですね。しかも宜野湾市国保の特定健診受診率は約3割で、県内でも下位で低迷しています。毎年特定健診対象者約1万5000人に対し、1万人は未受診という状況です。肥満者は多いのに健診は受けていないのが現状なんですよ。なるほど、1万人の方が受診という状況なんですね。で、この検診を受けないことでどのような問題があるんでしょうか。はい、先ほどもお話ししたように、内臓脂肪が蓄積されることで肥満の細胞から悪い物質が出され、血圧を上げたり中性脂肪をたくさん作り、インシュリンの働きを悪くして血糖を上げたり、体にとってマイナスの作用を起こすことが分かっています。生活習慣病は症状がないことがほとんどなんです。検診を受診していないことが病気の早期発見を遅らせ、場合によっては心筋梗塞や脳出血など重症化して初めて分かるということになります。ですから、定期的に特定健診を受けて いただきたいですね。本当ですね。この生活習慣病は症状がほとんど出ないということなので、本当にぜひ特定健診などで発見してもらいたいですね。では、この資本にもありますように、宜野湾市 の死亡原因についてですが、現状を教えていただけますか。はい、宜野湾市の死亡数は年間約500人で、1年間の死因別死亡割合を見てみますと、1位が癌 30% ですね。2位が心臓病 15%、 3位が脳卒中 7% で、全体の約5割が予防できる生活習慣病となっております。やはり特定健診等を定期的に受診し、早期発見、早期治療につなげてもらいたいです。はい、そうですね。特定健診を定期的に受診すること、発見することが大切ということですね。では次に、宜野湾市の国保の医療費についてお伺いします。はい、まずどのような病気に多くの費用がかかっているのかを見てみますと、はい、平成27年5月診療分について分析した結果がありますが、はい、1月総額約7億3000万円で、そのうち約2億8000万円は生活習慣病での医療費となっています。はい、そんなにも。はい、全体の約4割くらいです。そうなんですね。
内訳を見てみますと、やはりがんでの医療費が一番多くて 30%、はい、次いで慢性腎不全が 16%、はい、高血圧が 14% となっています。ではこの医療費の全体的なものはどのようになっているかお伺いできますか。はい、宜野湾市の国保全体の医療費の額をご説明いたしますと、はい、昨年度平成28年度の合計額は約82億8300万円となっています。はい、近年の状況も見てみますと、ここ5年間の数字も80億円を超えておりまして、はい、加入者は社会保険への加入などにより年々減ってきていますが、高齢化などの影響により医療費はなかなか減らない状況となっています。先ほどの平成28年度の医療費合計額を1人当たりの額で換算してみますと約28万7千円になります。はい、ちなみに1人当たりの保険税額は約6万5千円となっていまして、その差額の不足分については国・県からの予算や宜野湾市の一般会計からの補填などで賄っており、国保財政は厳しい状況が続いております。厳しいですね。はい、その医療費がなかなか減らないというのはやっぱり病気になる方が多かったりとか、あとは、高齢者が多くなっていて医療費がかさんできているということですか。はい、その通りです。なるほど、それがなかなか賄えずに、もう国や県からの予算がそこにね、そういった厳しい状況もお伺いしましたが、その解決に向けての取り組みなどがあれば教えていただけますか。はい、国民健康保険課では赤字解消に向けて、まず国保制度の基本となる加入者の適正な資格の管理、例えば社会保険などと重複する二重加入者の発見や、国保脱退後の病院受診にかかる医療費の早期返還の取り組み、また先発医薬品に比較して安価な後発医薬品、いわゆるジェネリック医薬品の利用促進のご案内など、医療費が膨らまないための取り組みを進めています。あと医療費に充てる目的で加入者皆様からいただく保険税につきましても、収納率の向上を目指してお電話でのご案内はもとより、夜間窓口の開設やコンビニ収納の実施などさまざまな取り組みを行っています。最後になりますが、国保会計の改善に向けて引き続き努力してまいりますので、今後とも皆様のご協力をよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。本当に支払い安くもなっていますしね、最近。本当に市の方もたくさん取り組みを行ってきていらっしゃるということなので、皆さんぜひ協力をよろしくお願いします。で、少しお時間がありますので、少し伺いたいんですけれども、岡本さん、特定健診のお話伺いましたけれども、先日の20日の健診いかがだったでしょうか。はい、先日はですね、はい、定員が140名に対して約130名の方がいらしておりました。はい、そうなんですね。はい、結構たくさんいらっしゃって、そうですね、はい、まあ、自治会さんはもとよりですね、近く の、 銀行さんの協力のもとですね、受診勧奨ということで、はい、このように多くの方が受診していただいて本当に感謝しているところです。嬉しいですね。はい、で今週のまた日曜日ですね、はい、27日ですね、27日に、市役所の方でまた特定健診がありますので、はい、ぜひともまだ受けてない方については、はい、保健相談センターの方でも受付をして、予約の受付をしておりますので、はい、ぜひお電話の方をよろしくお願いします。はい、次回は27日、はい、に宜野湾市役所の方で行いますので、皆
皆さん予約をして受けに行ってください、保健相談センターさんのお電話番号もお伝えいただけますか。はい、保健相談センターの電話番号ですね、898-5583 ですね。はい、898-5583、はい、平日、平日ですね。受付時間が午前8時半から午後5時15分までとなっておりますので、よろしくお願いします。はい、こちらの集団検診のことだけでなく、健康に関わることで相談したいことがあればこちらで、ね、受け付けてくださっていますので、ぜひ皆さんこちらご利用ください。はい、本日は、岡里さんとそしてさんにお越しいただきました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。皆さんも今日の放送を聞いてみて、健康診断、特定検診行かないといけないなと思ったかと思います。ぜひ皆さん参加して、病気は早期発見が大事ですので、皆さん特定検診、集団検診を受けましょう。さて、また来週もですね、ゲストさんをお迎えして放送を予定しておりますので、ぜひ皆さんお楽しみに。この番組は心も体も健康で元気な生活が送れるよう、健康や福祉に関する情報を発信していく番組です。随時皆様からのコメントをお待ちしておりますので、今回の放送で気になったことがあればお気軽にご連絡ください。メールアドレスは797@fmginowan.com、数字の797@fmginowan.com です。ではまた来週水曜日午後4時にお目にかかりましょう。お相手は FM ギノワン、野口恵でした。はい、ありがとうございました。あなた素晴らしかった。こんばんは、緊張しますね。